こんにちはですぞ。今日もよろしくですぞ。こんにちは。その口調どうしたのだ。何か変ですかな。私貝原みちるはずっとこの口調ですぞ。みちるは私なのだ。そして私もまたみちるなのだ。何がなんだかわからないのだ。バグったのか。ちょっと怖いですぞ。作詞のためみちるの気持ちを理解したいんだってさ。だから僕がモノマネすればいいんじゃないって吹っ込んだら真に受けちゃって。楽しい人だね。なんだ元凶は師匠でしたか。これはお説教ものですな。おっとっと、通信の調子が悪いようだ。しばらく退散させてもらおうか。逃げた。バーチャルシンガーに逃げられたら阻止不可能なのだ。ということで、ハヤテ殿、からかわれてるだけだからやめるのだ。いや、私も初めはそう思ったのですぞなのだが、やってみると本当に効果がありまするぞ。どんどんみちる殿の気持ちが分かっていくでごわすぞ。むしろ着実に遠ざかっていってるのだ。難しいね。っていうか、そもそもこの語尾って何なの？そこはあまり触れてほしくないのだ。ルミナ殿曰く、ルミナス製のデータベースによると、この口調でヒットするのは魔法 DJ グルミクの初代主人公だね、と言ってた。ゲゲ、バレてる。師匠はどこまで吹き込んだのだ。ミチルもこの主人公の気持ちを理解したかったの？その通りですぞ。キラキラしててワクワクさせてくれる、そんな主人公に憧れて真似を始めたのだ。もうこの口調が普通になってしまって、そんなこと考えてたのもちょっと忘れてたくらいなのだ。これが私、今ではもうそれだけなのだ。そっか、みちるはもう主人公なんだね。みちるという人となりが分かってきたよ。はは、なるほど。そうか、ですぞ。私は逆に、ハヤテ殿が分からなくなっているのだ。つまり、人間を簡単に理解しようというのがおこがましいってことかもしれないね。さっきまでの自分はどこへ行ったのだ。これほどの棚上げ、なかなか見れませんぞ。これから先も長い付き合いになりそうだし、徐々に分かり合っていけばいいんじゃないかな。釈然としないけど、その通りなのだ。ルミナ師匠、ココア殿、ハヤテ殿、心強い仲間を手に入れて、ミチルの躍進は止まらないのだ。ミチルの戦いはこれからだ。その締め方は打ち切り漫画みたいで不吉なのでやめるのだ。